はい、ムツです。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。第2ラウンドお花畑、お花畑ですかね。はい、蝶々がとても可愛らしいです。行ってみましょう。まあシンプルで、そんなに今のところはそんな難しくないので、これいける？これ大ジャンプとかある？いや取れない。あ、忘れてた。周りよく見ないとダメですね。お花畑なんで、えぐいな。俺は振り子を利用して、これ何？ん？あ、もっと叩けと。あれ？違うのかな？どういうこと？あ、回せと。ちょ、時計回りでいくわ。もう、全開してるけど。あ、さほどくれない。まあ、武器を持ってない敵なんて、そんなことないですよ。とりあえず、回せということかな。いや、結構。あ、なるほど。うん。これを回したら宝石が出てくる。これは？全然下見えてないけど。間違った。あ、これ歩けるじゃん。こっちの方が早いよ。おっと、何、花ランドだっけ？お花ランド。回せ。いやー、かわいいな。何にもない。無意味に殺生して、上にも行けるな。これは、あ、そうそう、こんな感じね。で、バンバン行って、バンバン花咲かせて、アイテムゲットして、下見えてないんけどな。下行ってないよ。宝物、ひまわりの時計。晴れの日が変わる時計。どういうこと？雨降っても、あ、絶対こいつ。お、宝石ゲット。なんか虫っぽい。ボタン虫。お、なにこれ？ちょっと待って。無限大。戻りたいけどな。無意味に殺生して、まあ寝てるとこ。あ、鼻が消えたら、どうしよっかな。あ、起こしてしまった。
まあ、戻るのもあれなんで、先にバンバン進みましょう。上にも行けるし、下にも行ける。あ、アイテム。アイテムじゃないや。宝石。ぶつけたら宝石。しまった。まあいいや。多分この水という名の、あれですよ。あ、完全にこれアイテム取り逃してる。これアイテム取りに戻ろうかな。どうやって行くんだ？めっちゃ振って、あ、なるほど。カエルの傘立て、忘れた傘が帰ってくる傘立て。なんていい傘立てなんだろう。まあ、あと言ってないとこあるんですけど、まあ、さっきのはちょっと目に見えたので、ただ飛びに。傘は、傘も毛糸じゃないんですか、もしかして。今、いよいよ。びっくり、びっくりマーク。びっくりマーク。なに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 。ついてこいと。あ、びっくりマークじゃない。あ、しまった、読んでない今。あれ？水中の中でダッシュしたら、落ちるということか。打って、アイテムじゃないや。宝石ゲットして、左にジャンプ。いいよ。中間地点。高いとこ降りるときに、忘れずに、1ボタンを押す。まあ忘れる。あれ？左上に、あれ？ね、これ。こういう可愛いのがあるんですよ、このカービィは。もう今回は、まあ、何ですかね。この敵のアイテムじゃないや、能力を、ん？ねえねえねえ、もと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 。もともとうまく。これどうすんの？吸い込めないじゃない。吸い込めない？ 1 ボタン押したら、電撃。これ無限？使えない。これ周りも壁とかももしかしたら、あ、なんか吸い取ってる。この吸い取ったやつを、原料に、この電撃が、やっぱり、取り逃してるけど。すっごい柔らかい。あ、やばい、消える。これどうやってあれすんの？あ、宝石も取れるんだ。これ完全に、ん？これ吸い込めるから、下のやつ、あ、
あれ？これはどういうこと？あ、吸い込んでる吸い込んでる。ちょっと戻って宝石をゲットしようかな。あ、こういうドラも吸い込めるじゃん。さっきのは失敗してたんだ。で、1ボタンを押して、アイテムが下に、アイテムじゃないや、宝石が、いや、あ、吸い込むか。ついついこの取りに行こうとしてるな。もう、丸ボタンを、丸ボタンじゃないや、2ボタンを押して、2匹目、3匹目。あ、怖がってる。で、あ、結構な範囲。ボタン8。あー、もう下にもあるな。おお、あ、やべ。俺のアイテムじゃないよ。俺の宝石が。まあ一応宝石。いや結構こいつら。いや吸い込む範囲狭いな。まあ何匹目？俺の宝石。消える。消えた。あんまり近づきたいけど、あ、溜まった。え、今どのくらい取りこぼした？まあまた取りに行こうとしてる。2ボタン。ここにいたらいいじゃん。ここにいたらボタン8が来るから、いや、半分なしか。半分。どうしよっかな。どのタイミングで？あ、フラフ王子。来た。勝利のダンス。はい、ありがとうございます。いや、途中取りこぼして、あ、宝箱だ、よかった。途中あれ取りに行ったのがよかったですね。目覚まし時計のステージワッペンを見つけたよ。はい、ちょっと一回戻って部屋、困ってしまった。敵だよね。あ、敵じゃない。すみません。もうなんか見た目敵っぽいな。フラフ様、カービィ様、良いところで、お会いしました。私大変、困っておりますぞ。助けていただけませんか。どうしようか、カービィ。ありがとうございますぞ。返事してないけどね。ジーヤ。実は私のマンション、誰も住んでくれなくて困っておりますぞ。経営してんの、もしかして。そこでみんなが住みたくなる部屋に模様替えをしたいと思っておりますぞ。手伝っていただけますか？カービィどうしようか？あ、返事した。返事はしてないけど、動作で返事したということでしょうか。ありがとうございますぞ。では、写真を見ていただけませぬか。2ボタンでこの写真のように模様替えをしていただけませぬか。もう後ろに影っぽいのが出てますけどね。
それはありがたいですぜ、ありがたいですぞ。それではよろしくお願いしますぞ。ぞーって言ったらなんかかっこいい感じで思えてるのおじいや。必要な認定はこれまでのステージにあると思いますぞ。もし持ってなかったら取りに行けと。そういうことですね。ルームウールのお願い。ルームウールが困っているみたいだよ。影になっているところに同じ型のインテリアを置いて部屋を作ってあげよう。はい。模様替え。あれ？模様替え。あ、この状態でか。もうWii初なんで、もうWii初なんですよ、実は。もうWii初のゲーム、初ゲームが、ケイトのカービィ、いいんじゃないですか？インテリアを置く。だからこの横持ちとか、横持ちでこう操作している時とかいいんですけど、この今のこの状態。なんだっけ？ひまわり時計だっけ？あ、ひまわり時計。なんで、なんだっけ？ふんわり、鼻のソファーだっけ？よく影見てないし。あ、よくできた。この横文字？横文字じゃない、横文字？これは、楽しそうな部屋になりましたな。さすがはカービィ様ですぞ。はい。あ、誰か来た。お、ここは楽しいものでいっぱいだな。俺ここに住むよ。お客さん来日。もうひまわりの時計、花びらソファー置いただけで効果てきめんですね、いきなり。やりましたなカービィ様。ウール感激で、まあ、感激して、まあ、してくれたり、いや、まあはい。お友達と遊ぶ。遊び方。お友達と、遊びに行くことができるよ。上ボタンを押すと、お友達を、誘えるよ。誘えるとは？ダンジョンに？かくれんぼ。噴水の庭。3分以内にお友達をみんな見つけよう。みんな？まあ遊びましょうか。まあ遊んでみましょう。次の第3ステージもまあ大事ですけど、こういうのも大事かなと思います。5匹。いや、いいんじゃん、敵。どうすんの、どうすんの。カウントしてる。いや、でも、どうかな。いや、3分ってどうかな。いや、こういうのって、あ、なんだ、新感覚というか。あ、でもこの、あ、カウントしてる。この今遊んでるんで、隠れてる。まあ大体そういうとこ隠れるよね。いや、ちょっとやっぱ時間制限あったらちょっとテンパるな。いや、オーケー、オーケー。あと一匹。
あと1匹はどこにいるのかな。いや、まだ1分45秒あるんで、あんまり多かったら、あれですけど。いや、でも焦ってるな。言いつつ焦ってる。まあ、時間チラッと見たら、まあ23秒。いいんじゃね、これ。この名前、お客さんっていうの。お友達、あ、お友達を見つけたよ。みんな見つけたよ。成功。これなんかアイテムもらえるでしょ。宝石カウントしてんじゃん。宝石もカウントしてるよ。でも、どうだろう。見つかっちゃったよ。すごいな、すごいな。これ隠れてる途中で見つけたんだけど。君にやるよ。何でしょうか。ここ壁紙じゃない。青空の布をもらったよ。すっげー楽しかったよ。またかくれんぼしようぜ。こちらこそですよ。フラフ様、カービィ様、探しておりましたぞ。探してた。実はお願いがありますぞ。またお願い。マンションを大きくしたいのですが、ビーズがなくて困っておりますぞ。今度はビーズを、あれ、渋ってきましたよ、このジーヤ。ビーズを1万個集めてきていただけませぬか。いや、お願いというレベルじゃないよ、ジーヤ。いや、王子も、カービィも、イエーイじゃないよ。返事、動作で返事を するんじゃない。私、表で待っておりますぞ。待っておりますぞ。集まりましたら、話しかけてください。ジーヤ、待つだけ。いや、ジーヤ、ダメでしょ。結局、ちょっと待って。7000、あと3000貯めろと。まあ、あと3ラウンド目か4ラウンド目。まあ、3ラウンド目まいってみましょう。あ、時計持ってる。どこ？間違ってボタンを押したと思ったら。今間違ってボタンを1押したんですよ。1ボタンを。あれ、クマじゃない。クマ冬眠してんのに、強制的に起こされて、地面がモコって、何してんのみたいな感じになってます。まあ、そのおかげで、虹の滝という、エリア3ラウンド虹の滝3ラウンド行ってみたいと思います。これ2人でもやってみてーなー。まあ2人だったらもっと楽しいでしょう。まあ1人でこんな楽しいんだもん。あ、もうチュートリアルじゃないですよ、みたいな。もう甘くないですよ、みたいな感じですか。なるほど。まあ世の中そんな甘くないですからね。いや、落としすぎだよ。これ、あと3000個取れるか。ほら、だって武器とかそんな持ってないやつ、いきなり出てきたし。
これ何、ちょっと待って、この空間だけ、今水の中、水の中じゃないな。あ、虹のアーチ、いつでも虹を見ることができるアーチ、それいいんじゃないですか。いや、ちょっと待って、いやいや違う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 、もうなんていうのが落ちるって分かったらすごい、そう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 、こうしたかったんですよ。これ完全にアイテムでしょう。楽勝。ちょっとあれですけど、しまった。え、これ、いや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 、どうしよっかな、どうしよっかなって、あ、届いた届いた、よし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 、そうそう、2ボタン、いや、そう違うよ、違う違う、カビカビ、そうそう、振り子を利用して2ボタンを押して、そうそうそう、話したのか俺が。いや、滑ってる滑ってる、滑ってないと思うけど滑ってる、いや滑って、あ、水っぽい、毛糸水、毛糸水に当たったら滑りますね。ここに着地したらすぐ滑る、水がないとこに着地したらそんな滑んないんですけど、キャ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 、そうそうそう、こういうことですよ。この焦って取りに行ったら、何ガードしてんだよ、ガードしてるガードしてるガードしてる、いや通してくれない、ちょっと待って待って、お腹かゆい、こう武器持ってるから、あ、スターっぽいが、ちょ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 、こいつら、ちょちょちょ、こいつら、マジマジマジ、ふざけんなよ、今スターが、スターじゃない、あ、落ちたな、これ完全に落ちたな、これあれですよ、餌を撒いて、あの、登れないの。餌を撒いて、これ、ね、ワニ？ワニ、ケイトワニ。ケイトだからこれ痛くないでしょう。露天風呂。大きな岩に囲まれた露天風呂。2ボタン、1ボタンか、2ボタン、いや、ガンガン進んだら、ちょっと俺のアイテムじゃない、俺の宝石、うん、先に回ったよ、あ、お、マジで今回はこんな感じ、2ボタン、うん、あ、めっちゃなんかゆっくりなんだけど、チュートリアルはおしまいと、あ、なるほど、2ボタンか1ボタン、今の攻撃できたのか、そんな感じか。取れてないけど、どうしよう。いや、今の取れてない。ちょっとあと3000個だが、今、あと2500枚。いや、これ、上手い人がやったら、ポン、あ、
こんな感じか。うまい人がやったら。これ完全に減ってる。第2ステージより渋ってる。第3ステージ。まあ、フラフ王子とカービィの、勝利のダンス。いや、800個しかないな。空豆のステージワッペンを見つけたよ。あーでも面白い。はい、虹の滝、虹の滝どこ、これは、あーどっかのおとぎ話で見たようなあれですね。枝豆っぽいやつを土に埋めたら生えてきて天高くあれするあれですね。はい、ということでこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。